これでちょっとね、またごちそう感も出ますし、旨味も出てきますんでね、ベーコンの。600ワットで5分ですね。ラップもしません。あ、いいですね、ほら。しんなりと、くたっと煮られております。さあ、ババッとババご飯ご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、ライオンさんとのタイアップ動画です。さあ、以前にも紹介しました、リードクッキングペーパーと電子レンジを使った調理工程が少なく、食材をできるだけそのまんま使う、まんま飯を作りたいと思います。さあ、作る料理は、はい、こちらになります。丸ごと白菜トマト風味を作りたいと思います。もうね、このリードペーパーを使えば簡単にまんま飯できますので、早速作っていきたいと思います。皆さんも使い方をマスターしてください。ババッとババご飯丸ごと白菜トマト風味の材料はこちら。白菜6分の1カット、約 300g1 個、塩少々、黒胡椒少々、ベーコンスライス4枚、トマトソース、トマトジュース 200cc、 ニンニクチューブ1センチ、オリーブオイル適量、リードクッキングペーパー1枚。じゃあ今回は白菜を丸ごと使いますんで、白菜は球状なので、一玉とも呼びます。で、葉っぱだけの場合は1枚。で、植物なので一株ということもあります。ややこしいですね日本語って難しいんですよ、ほんとね。じゃあもう白菜はちょっとこのね、芯の部分に切れ込みを入れますよ。まずこうやって切って、で手で裂くと。そうすると、葉の切れ端が出ないというですね。こうやると、もう一個はここで保存しといて。ね。で、今回は3分の1使いますんで、3分の1使う場合も、3分の1にこう切れ目を入れてもらって。こういうふうにですね。で、あとは手で裂くと。はい。楽です。こちら。で、このまな板見ていただくと、一切、葉がこぼれてない。じゃあこちら、裂いた白菜を水洗いしていきたいと思います。このね、この芯の方に近い部分に結構、土が入ってたりすることもあるんで、ちょっとこの間をね、よく洗ってあげて、じゃあこの水を切ります。はい。で、耐熱容器ですね。耐熱容器を準備していただいて、白菜の葉の間にですね、ベーコンを挟んでいきます。ベーコンを白菜の間に。これでちょっとね、またごちそう感も出ますし、旨味も出てきますんでね、ベーコンの。2枚に1枚ぐらいの感じですかね。ミルフィーユ状になるみたいな。そうです。一応まんべんなく置いとくと、すべての葉にこう、葉の近くにベーコンのエキスが出ますんで、はい。ちょっとね、先端出たベーコンはくるっと巻いてあげればですね。で、こんな感じに、こんな感じにベーコンが入りました。じゃあこちらに塩コショウをしていきましょう。まあ白菜はね、水分が多い植物。白菜はですね、水分が多い野菜なので、ちょっと強めに塩をしていきます。で、裏返します。裏返したら、逆側にも。はい。で、ちょっと軽く胡椒も、このね、間にちょっと入る感じで。はい。じゃあこちらで、両面に塩と、ちょっと間に胡椒入りましたんで、こちらを、さらに、味付けしていくためにですね、トマト風味をつけるためにこちらですね、ニンニクチューブのものを少しと
トマトジュースです。こちら1カップですね。少なめでちょっとニンニクを溶かしながらですね。はい、でこれを白菜にかけます。中にちょっと入れるような感じですか？そうですね、トマト風味こちらで出していただいて、そしてここでリーダクッキングペーパーの登場ですね。これがポイントですね。今回の下ごしらえからレンジ調理まで幅広く使います。例えばカロリーダウンの油切りに使えたり、葉物野菜を包んで鮮度をキープしたりすることが可能です。こちらを落とし蓋代わりに使います。まあ柔らかいフェルト生地なので、白菜の表面にですねまんべんなくついてくれるので、こちらで落とし蓋をして全体的に味を絡めたいと思います。でちょっとね水で濡らしていただいて、で軽く絞ります。でこちらね広げていただいてふんわりとかぶせます。フェルト生地が丈夫なのでね、こう破れずに、でこの白菜の上にかけてあげます。こうすることでトマトジュースが少なくてもですね全体的に味が染みますんで、これはリードクッキングペーパーのなせる技です。こういうね葉物はかさばって浸すの難しいですからね。こちらをレンチンしたいと思います。じゃあ電子レンジに入れていきます。600ワットで5分ですね。ラップもしません。はい、スタート。こちらでトマトのジュースと白菜の水分で蒸し煮状態になって、このまま加熱していくとリードクッキングペーパーが余分な油とかアクを吸収してくれるので、より美味しく仕上がりますんで待ちましょう。バーサー、それでちなみにどんな使い方できるんですか？他に、まあくるんだりしたりタレをかけたり、あとはチンするときに下に敷いて唐揚げの油取ったりとか、まあいろいろできますね。野菜の保存ですね、こういうのの切ってしまった白菜の保存の時にもちょっとこう鮮度を保持してくれるっていう、調理にも使えるしカロリーダウンにも使えるし保存にも使える。まあもちろん汚れも拭けます最強ですね。はい、結構強いのですごい使い勝手がいいですね。はい、ババッとババご飯、さあできました。おお、ちょっとしんなりしてますよ。はい、こんな感じに白菜の水分が結構出てきてますね。でこれは電子レンジがですねちょっと下の方が加熱されやすいので、ここで一回、熱いので気をつけてくださいね、裏返します。ちょっと一回剥がしてあげて、でこちらを裏返します。いいですね。でここでまたねちょっとトマトソースを、トマトジュースか、トマトジュースをちょっと上にかけてあげるとね、いいですね、いい感じにくたっとなってますよ。はい、でこちらでまた先ほどのリードクッキングペーパーをかぶしてあげます。熱いので気をつけてくださいね。でこれで白菜がまた全体かぶるようにですね密着させてあげて、赤子にねお布団をかぶせるように優しくでここでもう密着させてあげるとね、このエキスを吸い込みますんで、これで密着して蒸し煮状態になりますんで、もう一回レンチンします。でレンジの機種によってはちょっと時間をね30秒とか1分とか前後させてあげるとお好みの煮た加減になると思いますんで、はい、入れます。ではまた5分ぐらいですね。
はい、こちらで加熱していきます。ババッとババご飯。さあ、できました。オープン。おー、いいですね。くたっとなってますよ。これはいい仕上がりだと思います。はい、じゃあちょっと開けてみましょう。はい、起こしますよ。おはようございます。おはようございます。あー、いいですね。ほら、しんなりとくたっと煮られております。素晴らしい。じゃあこれ盛り付けましょう。じゃあこちらね、先ほど芯を切ってないのでこうばらつかずに盛れますんで、はい、盛りましたら、でここにこのね、白菜のエキスとトマトのエキスが染みてますんで、ざーっとかけましょう。うわー、いいですね。で仕上げにちょっとね、さらに追い黒胡椒をほんの少しかけてあげて、あとはオリーブオイルですね。これはリコピンの吸収が良くなりますんで、まあ味もね、美味しくなりますし、オリーブオイルをかけてあげます。でパセリをほんの少し。はい、こちらでリードクッキングペーパーで作る丸ごと白菜トマト風味完成しました。それではいただきたいと思います。じゃあ先端の部分からいきますか。いただきます。うん、煮込んでないのにちゃんと味が染みてます。リードクッキングペーパーで包めば煮込んだ白菜のような味の染み方になってますね、しっかり。うん、じゃあちょっとこの硬い芯の方もいってみましょうね。芯の方、うん、うん、美味しいです。うん、このリードクッキングペーパーがあればこのレシピ完全に再現できますんで、ぜひ皆さんも作ってみてください。あとですね、このレシピ以外にもリードクッキングペーパーがあれば、様々なですね、味しみおかずが作れますので、温野菜とかね、もうチャーシューとか、とにかく簡単に作れますんで、まあ、その他にはですね、冷凍肉の解凍などにも使えて便利なアイテムですので、ぜひ使ってみてください。ということで今回はリードクッキングペーパーと電子レンジを使ったまんま飯を紹介しました。今回の動画が良かったと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。以上、ババッとババご飯でした。